PK 機関銃は、ソビエト連邦製の 7.62mm 口径の汎用機関銃である。この銃は、ソ連軍が1960年代に SG-43 重機関銃及び RP-46K 機関銃の後継として、AK-47 を設計したことで著名なミハイル・カラシニコフが設計した。PK 機関銃は、ミハイル・カラシニコフにより設計された。戦後第一世代の汎用機関銃である。1961年から配備が開始されている。内部構造は基本的にカラシニコフが設計した AK-47 小銃及びその後継小銃と同様の機構で設計された。作動方式はガス圧利用、ロータリーボルト式である。AK-47 と大きく異なる点はガスチューブが重心の上ではなく、下に配置されていること、そしてボルトが交代した位置から射撃が行われる、オープンボルト方式となっていることである。この機関銃は、重心にキャリングハンドルを装着して素早い重心交換を可能なように設計されている。レシーバーの前方、機関部カバー、球弾カバーの下には、重心後端を固定している金具があり、両方のカバーを開けると現れる。この金具を左へずらすと、固定を解かれた重心を前方へ抜き取ることができる。冷却効果を高めるために重心には、重心の軸線と平行に多数の溝が掘られている。二脚架はガスチューブ部の前方に設けられ、銃を地面に置いたままで、重心だけを交換できる。一手から見て、右側の足には、重心清掃用のクリーニングロッドが3分割された。状態で収納されている。合板製の銃床には大きな穴が開けられ、軽量化を図ると同時に、運搬や射撃の際に掴みやすい形状をしている。銃床後部の内側には、手入れ用具を収納することができる。この銃の弾丸は、ワルシャワ条約機構の正式弾薬でもある 7.62×54mm MR 弾であり、25。連発の非分離式金属製ベルトに装着して使用する。100発以上連射したいときは、リンク同士を弾薬をピン代わりに使用して接続することも可能である。また、球弾口の下の本体下部には弾丸を取り付けた弾薬リンクを収納した弾薬箱を取り付ける金具が存在し、移動しながらの射撃も可能となっている。大きなテーパートリムのついた 7.62×54mm MR 弾を使用するため、弾薬は一旦弾薬リンクから後方に引き抜かれ、その後で下方の薬室に向け送り込まれるという複雑な球弾方式が取られている。ボルトキャリアは上から薬莢を引き抜き用の爪、ボルト、ガスピストンを備える。AK-47 のボルトキャリアとガスピストンは一体化されているが、PK では両者を別部品としてピンで結合してガスピストンがある程度の角度で動くようになっており、レシーバーからの取り出し、再組み付けを行いやすいよう配慮されている。ボルトキャリアが前進した状態で機関部カバーを開けて、球弾リンク弾薬一発目の薬莢リムをボルトキャリアの爪にはめ込む。機関部カバーを閉じて、コッキングハンドルを引き、ボルトキャリアを交代させると、爪が弾薬を球弾リンクから引き抜いて保持する。コッキングハンドルは、ボルトキャリアとは連動しないため、前装填後には前進位置に戻され、射撃時にも前後動しない。トリガーを操作して、ボルトキャリアが前進を始めると、弾薬が爪から下へ落ちて、ボルトの前面に導かれ、そのまま薬室に挿入されて、続いて、ボルト閉鎖、撃発が行われる。AK-47 の撃発が独立したハンマーによって行われるのに対し、PM では前進するボルトキャリアがボルト閉鎖の直後にファイアリングピンを押し出す。この時点ですでにボルトキャリアの爪は次の弾薬を掴んでおり、ボルトキャリアの交代、前進に伴って球弾が自動的に続けられる。ガスチューブの先端にはレギュレータが設けられ、ガス圧力を3段階に調節できる。西側の一般的なベルト球弾式機関銃は、球弾口が左側に位置するのに対し、PK 機関銃では、球弾口がそれぞれ右側に配置されている。PM1910 などのロシア製、ベルト球弾式機関銃は、すべてこの方式となっている。銃左側の肺、鞘口には、防塵カバーが設けられていて、前後動する、ボルトキャリアに連動して開閉する。改良型の PKM は、製造工程簡略化のために、重心の溝を廃止した重心を使用し、生産効率向上と軽量化のために一部の部品の製造方法を削り出しからプレス加工に変えるなどの変更を加えたものである。重量は弾薬なしの状態でわずか 7.5kg である。1969年に正式採用された。その後、当初の合板素材を繊維強化プラスチックに置き換えた製品も登場している。PK 系の機関銃は、開発時すでに AK-47 及び RPD という 7.62EX39mm 弾による分隊編成が進んでおり、いわゆる軽機関銃用途ではなく、狙撃兵中隊の機関銃小隊に配備され、各歩兵小隊を支援する任務を帯びている。RPD や RPK といった分隊支援下記では、射程、威力で不十分、また各小隊の SVD では、火力で不十分な目標に対して、これを制圧することが求められている。PK 系の機関銃は、リム付き弾薬を使用し、球弾機構が複雑となるという問題点を持つにも、かかわらず、同世代の西側の機関銃と比べかなり軽量であり、その信頼性の高さと合わせて、西側諸国でも、弾薬と球弾システム以外は、総合性能の高い汎用機関銃と高く評価されている。PKT 機関銃、PKP ペチェネグセルビア製のザスタバ M84、スウェーデンでは1990年代にドイツから東ドイツ軍の装備していた余剰の MT-LB と BMP-1 を購入して PBV-401 及び PBV-501 の正式名で装備した際に、その搭載機関銃である PKT もそのまま導入し、KSPM-95 の正式名称で装備した。ありがとうございます。